はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英単語シリーズの第40回ですね。で、一応ここが最終回となります。で、今回はこの10個の単語ねやっていきますので、ここでねまずテストをしたい方はぜひ動画止めてやってみてください。で、今回は最終回っていうこともありますので、一番最後にちょっと余談を、前回ね少し話をしましたけど、余談を話しますので、派手に滑る可能性あるんですけど、よかったらそこまでお付き合いください。よし、じゃあ1番から意味やっていきましょう。まず1個目、読み方がラフです。ラフ、これちょっと読み方特殊ですね。ラフと読みます。で、これ動詞で笑うって意味になります。ラフで笑うです。で、次はもう日本語ですごい親しみのあるラッキーってやつです。ラッキー、だからラッキーから意味をね推測すると分かりやすいですね。これはまあ幸運なですね。幸運な。ただ細かいとこを言うと、読み方がラッキーではなくてちっちゃいつを抜いてください。で、ラッキーとなります。ラッキー、これが幸運な、まあ読み方ラッキーですね。で、次がパッションです。パッション。で、パッションは、これで、情熱です。パッションで情熱って意味になります。ごめんね。で、次がアテンションです。アテンション。で、アテンションは、これで、注意。です。まあ、アテンションプリーズとかって言うときありますけど、アテンションで注意という意味になります。さあ、サクサクいきましょう。で、次もですね、日本語で言うと、まあ、発音言うと分かりやすいかな。シークレットってやつです。まあ、シークレットレアとかね、言い方もしますけど、そのカードゲームとかでもね。で、シークレットで、まあ、トップシークレットとかも言うか、秘密です。ね、シークレットで秘密って意味になります。さあ次、で6番また動詞です。読み方シャインです。シャイン、歌の歌詞とかで使われることもね結構ありますけど、シャインで輝くという意味になります。シャインで輝くです。で、次は together ですね。 together で、 together は、まあ、よく使うやつだね。一緒に、まあ一緒にサッカーしようとかいう時に使います。together です。で、次もまた動詞です。次が encourage です。encourage。で、これが、ほにゃららを励ます。ね、ほにゃららを励ますって意味でございます。さあ、あと2個。で、次はですね、アクセントの位置、ちょっと気をつけてください。ここなんです。ここに来る。success と言います。success。まあ、success って、まあ、日本語で使うときもあるんですけど、で、success、success ですね。意味が、成功です。で、さっき言ったように、日本語で使うときに success って言い方をするので、ここにね、アクセントが来るって間違いやすいんです。success って。じゃなくて、success というね、ここに来る、アクセントがね。で、ここだけちょっとね、派生した単語を書きましょう。ここはちょっとシンプルにね、押さえたかったのと、ある理由があって、こういう感じでちょっとね、青があんまりないんですけど。で、まあ、サクセスに関しては、ちょっと上行くよ。よいしょ。ちょっと似てますけどね。サクシードと言います。これで、サクシード。サクシード。これで、成功するって意味になります。成功する。サクシード。書いておく、会長ね。成功するです。で、まあもう一個言っとこうかな。これはサクセス、これに FUL をくっつける、ちょっと点々でいいかな。サクセスフォー、これ確か前やった気がしますけど、サクセスフォー、これで成功しているみたいな、ただ全部共通して成功っていうキーワードがくっついてるので、まあここのサクセスをまず覚えておいて、成功ってね。で、サクシード、サクセスフォーが出てきても、まあキーワード成功って分かっておけば、まあ、長文とかで訳すときには、ね、それで役立てると思いますので、まあ、そんな感じで、ぜひね、覚えておいてください。で、ラストです。これが、トレジャーです。トレジャー。で、トレジャーは、あ、ごめん、蓋飛んじゃった。
宝物という意味になります。はい、といった感じで今回この10個やらせていただきました。で、先に余談を話して、いつも通りね、こう消す形、最後はね、テストできる形にして終わろうと思うんですが、本当にね、自己満足なんですけど、一応40回を最終回にしようと決めてからですね、なんかちょっと一個やりたいなと思って、今回やったのが、前回のきっかけ英単語39ですね、の時に、一番が愛だったんです。私はっていう。で、あそこから頭文字を全部、取ってもらうとある文になっていて、実はそうなんです。そうするとですね、ちょっと見ながらでごめんね、これどこまで入るかね、その文字数チェックしていいですか、文字の大きさ、ここギリか、まあ愛ですよね、ここから。で、次がアーネストの H、 アピニオンの O みたいな、その頭文字を取っていくと、まあちょっとね、もちろん空間っていうかそこはできますけど、 I hope、 あと I hopeYou will... 合ってる？間違ったら恥ずかしいよね。おそらくこうなってます。WI まで。ここまでが前回の39で、ここから LL でしょ？ Will の LL。PASS で Pass。で、TEST で Test。まあ、基本的にここはね、ザが入った方がいいんですけど、本当は。Pass the Test。まあ、これを見てる方がね、受験生の方が、まあ、多いかなと思います。一応、受験生向けにっていうイメージで、一応、取ってはいるんですけど、もちろんね、そうじゃない方もいらっしゃるのは分かってるんですが、I hope you will pass test。あなたが、まあ、テストを通る、つまり合格するですね。合格することを心から願ってるよっていう、ちょっと願いを込めてですね、最後、39、40を、こんな風に取らせてもらいました。で、あと、この40に関して、全部ではないんですが、ちょっとポジティブな、言葉で終わりたいなと思って、みんなが笑えますようにとか、幸運が起きますようにって。受験生、辛い時期だと思いますけど、まあ、情熱持って頑張ってほしいとか、あとは輝けるようにとか、一緒に励まし合って頑張ろうねとか、で、成功してねとか、あとはもう宝物、このね、今頑張ってることが終わった時に、頑張ってよかったなっていう、そう、宝物として残ってほしいなとか、そういう願いを込めて、単語を選びました。いつでも、ちゃんと中学校で習う内容だからね、そこからずれてはいないんですけど、そんな風に、すげえ自己満足なんですけど、最後撮らせてもらいました。ちょこちょこね、話はしておりますが、おそらく、まあ、ちょっと時が経ってから41を続きを撮り始めるかもしれないです。ですけど、ひとまず今、今日の段階ではこの40を一応最終回として一区切りとさせていただきます。今はね、きっかけ英熟語の方も、まあ、ちょっとね、最近更新できてないんですけど、撮っておりますが、正直、たくさんの方にね、使ってもらえて本当に嬉しく思います。コメント欄とかも見させてもらって、まあもちろんね、こう、叱咤激励いろいろありましたけど、でもここまで40まで、まあ400単語ですよね。やってこれたのは、まあ見ていただいてる皆さんのおかげですし、その、まあ励ましの言葉とかに支えられながら、ここまでやってこれましたので、本当にね、利用していただきありがとうございました。で、引き続き、まあきっかけ英熟語の方はもうちょっと続けていきますし、英語に関してはちょっと新シリーズを考えておりますので、まあそこを頑張っていったりとか、あとはね、別の科目もね、取っておりますし、これからも取っていこうと思っておりますので、まあ、もしよかったらね、このシリーズ以外も利用していただけたらと思います。これね、動画アップする前に一応チェックするんですけど、自分で。まあこれ、チェック恥ずかしいだろうな、何言ってんだこいつみたいになると思うんですけど、ほんとね、ほんと自己満足で申し訳なかったんですが、でも、そのみんなが合格すること、もちろん合格じゃなくてもね、なんかテストの得点が上がることとか、そこは心から願ってるとこですし、そうなるための、役に立てればいいなっていう思いを元にね、取ってるものなので、心から皆さんの合格願ってますので、お互いにね、これからもぜひ頑張っていきましょう。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。